学校のこうちゃんさん、タコありがとう。だから行ってきました。水星から帰ってきたよ。ハロー。え、よかった、見学して。なんかね、そう、なんかね、ダンス部はね、韓国系の曲多かったね。韓国系の曲が多かった。でもめっちゃ可愛かった。メッカワだった。友達がそれで引退だっていうから行きました。可愛かった。マジ可愛い友達、やばい。可愛かったよって言ってきました。こんばんにゃん。歌唱力一般枠も外れたんじゃが、どうしたらいい。え、そっか。え、でもそうだよね、歌唱力そうだよね。どうなんだろう。水星ではカッパリングくんのレコーディングではありません。ありません。半年ぶりにくるくるルーム来られました。ありがとう、いらっしゃい。久しぶりですね。ありがとう。くるりんぱさん、ハートありがとう。こんばんは。けいちゃんさん、かわいい、ありがとう。確かなんか久しぶりな気がする。くるくると同じくらい可愛い。いや、もうくるくるで可愛い。マジ可愛い。マジで可愛い。韓国アイドルかと思うぐらい可愛い。宮脇さくらさんのグループの曲やってた。けいちゃんさん、めっちゃ可愛い、ありがとう。そう、もう昨日マジやばかった。私めっちゃやばかったんですけど、昨日クロリンパさん、 STU のタコありがとう。ゴージャス、本当？新幹線がやばかった。新幹線本当にね、死ぬかと思って、昨日ね、帰りね、新幹線が止まってたんですよ。あ、止まってた？遅延か。遅延してて、ちょうど帰り際のやつが。だから自由席で3時間ぐらい立ちっぱだった。新幹線の中。死ぬかと思った。マジで。あずみんと、もう、あずみん、お互いあずみん、私はあずみんの肩に、あずみんは私の肩にこう頭を乗せて立って抱き合って寝てたんですよ。ででも二人の力じゃそれさ支えれんじゃん、その眠くて。だからさ、なんか足がガクってなるんよ。あの学校でクッってなるのと一緒で足がパッってなるんよ。この急にもう本当に寝るから、こうちょっと目つむるぐらいじゃなくて、マジで眠すぎて目つむってそのまま寝てしまうから、足がガクッてなって、お互い、ああごめんっていう言うのがよくあった。ほんまじ、もうやばかった。来週ズームは何話せばいいか悩む。何でもいいよ、もう。くるくるのこと褒めてくれてもいいし、うんうんうん、モバイルの写真浮かない表情、本当？なんか最近笑えないんだよね。どうしたい？え、超絶可愛い優香っている日。で、現実的になってきた。それな、なってきた。公演諸事情によって行けなくなってしまった。解放、放課後のネタはできたのが。待って、そうよね。待って、見たよ。腕か。大丈夫。山さん、お疲れ、ありがとう。そう、立ちっぱマジ死んだ。
一人じゃなくてよかった本当に。そうなんよ。え、黒着ると大人に見える、嬉しい。そう、一人高く、それ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 。それ座れ、なんかね、座る、自由席だったんだけど、人が多すぎて、席もいっぱい、一人だけ座れるとかもなく、もう全部全員座ってて、その通路、椅子と椅子の間の通路も、ぎゅうぎゅう詰めに人が立ってて、で、あの、新幹線のつなぎのところで、もう、これぐらいの、もうこの配信のこの幅でもうずっと立ってるみたいな、あの歩けない少しもみたいな状態だった。そう、柏木雅樹さん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。わっ、 iPhone14 Pro に機種変した、いいないいな。クルリパさん、してゆくま、ありがとう。くるくる怒ってる、ハッシュタグ苦しま来る。え、ハッシュタグ苦しまが来るで見た、私怒ってな、私いつ怒ったっけ、怒った、私そう、マジやばかった。でも撮影はめっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかったよ。待って、これどこまで読んだっけ。スーパーモンガさん、だるま、ありがとう。デーモンさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。オノピーさん、ハート、ありがとう。確かに放課後ホームルームも来週だ。そう、山が、そうそうそう、山が、クリームパン風グミが昨日から気になって仕方ありません。ぜひ食べてみて、クリームパン風グミ、クリームパン、クリームパン、グリーン車はね、グリーン車に乗るお金はありません。黒服着たら白飛びがすごい。桜緑茶の長吉が効果を発揮したのか、ズーム配信もあったので頑張って早退します。ありがとう。桜緑茶いいですね。最近なんか見ないんだけど、緑茶、桜緑茶見なくなったんだけど、もうないの、なんでだ。オロチさん、結婚してありがとう。やだけど考えとくね。そう、来るじゃないんかよ。そう、言える日が来ますよ。滑ったらどうしよう。滑ったら、女優さんのグラビアっぽいくるくる早く見てみたい。くるくる、え、でもどんな写りになってるのか見てないけ、わからんけさ、めっちゃ気になる、どんな写りなんだろう。でもね、カメラ持ってっとってね、マネージャーさんがオフショットを撮ってくださったので、オフショットというか、その撮ってる最中の写真を撮ってくださったので、いつかそれも公開できたらいいなと思います。泊まりは一人部屋だった。起きれるか心配だったけどね、起きれました。島根のおっさん、さん、ハート、ありがとう。今日はいつものくるくると雰囲気違うからドキッとする。本当？雰囲気違う。そう、なんかさ、今日なんか違うよね、撮影があったからかな。いや、また出たいなって思う。めっちゃ楽しかった。普通に確かに茶色っぽく見える。確かに染めたみたい、ここら辺とか特に。オーピーさん、ハート、ありがとう。グリーン車、え、グリーン車ね、待って、思い出ある。あ、グリーン車は NMB さんのオーディションに行くとき、お父さんと行ったんですけど、グリーン車だった。行きも帰りも、ちょっとなんか
頑張るの意味も込めてかなみたいなグリーン車で行ったわ。懐かしい。そう、八天堂さんの、そう、八天堂さんのグミすごいよね。クリームパン風ってどんなと思ったけど最初。放課後ホームルームよろしくね。こちらこそ。そう、滑ったらちょっとみんな巻き添えするけ、みんなのせいで滑ったって言おうかなくるくるは悪くない桜緑茶飲んだ。桜餅の葉っぱの香りしたでしょ。そう、おいしい、マジおいしい。桜餅の、間違えた、桜緑茶マジおいしい。箱で見かけた。え、そう、定番商品になるにはさ、めっちゃ売れんといけんのかな。そう、そもそもさ、多分桜緑茶って期間限定でさ、多分そうだよね、期間限定で、それが結構売れたら定番になっていくのかな。売れてるかな。コメント見るとき画面近づくときがありますけど、目悪いんですよ、目がめっちゃ悪い。七千シルさん、ハト、ありがとう、ありがとう、ありがとう。カムカムさん、七のタコ、ありがとう。くるくるかむれて落ち着く、嬉しい。一人部屋はちょっとね、怖かった。怖いというか、もうお化けというより起きれるかの方が怖かったマジ怖かった。撮影盗まれた水着なかった。オーピーさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。中村さんお疲れ。山さんかわいい、ありがとう。うん、新幹線では寝てることが多いかな。山さんハートありがとう。発展堂、ワイの勤めているところの名前に似てます。バレるよ、バレるよ住所、住所。すっかり美人さんになられて本当に全然です。コンタクトはねしてたんだけど、私コンタクトがもう最低限したくない人なんですよ。あの、目が疲れちゃうのと頭痛が来るので最低限したくなくて、公演の日とかは頑張って朝から朝やって、あの朝やって夜帰ってきてから外すんですけど、今日もつけて、あの友達の部活見に行ったんですけど、もう帰ってすぐ外しちゃった。ワンデーなのにもったいない。3時間ぐらいしかつけてなかったけど。そうだからもう極力つけたくない、頭痛くなっちゃう。テレさんバラありがとう。え、じゃあさ、公園結構問題ないよね。どのあれがなんか、動画悪いんかな、合ってないんかな。絶対痛くなる。松さん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。今日画面最強、本当嬉しい。スケモーさんバラありがとう。そう、起きれるかが、そう、お化けマジ上回った。本当にもうお化けなんかもう、そん、どうでもいい、私が起きれるかどうかなっていう本当にもうやばかった。でも起きれた、自分で緊張が勝った。起きたのは。画面近づかれるとキュンとしちゃいます。もう近づいちゃうくるくる素敵な顔立ちしてる。話すと面白いし最高。めっちゃ褒めてくれる。優しい、優しい。ワンデーなのになんでワンデーなのになんで。メガネはね、メガネはどうしてもコンタクトをつけたくないときはメガネかけてる。そう、コンタクト合ってないんかな。あ、度が強いんかな。種類かな。メガネくるくるレアだよ。レアで、ていうかさ、でもさ、私あの写真どこにスマホだ、スマホだから見せられないんだけど、
昔まで普通にメガネっ子だったから、昔の私の小学生ぐらいの時の写真見たらマジやばいよ、めっちゃメガネっ子って感じ。そう、今夜はチリパールので皆さん起きて、山さんハートありがとう、ぜひ見てください。新曲、あ、ドライアイ説ある。ヤシーさん結婚してありがとう、やだけど叶えとくね、今日も可愛い、ありがとう。そう、起きれた。そう、山さんハートありがとう。タイプだし理想的顔、本当。トイさんハートありがとう。ソフトってひっくり返って入れてしまうと痛い、いや痛い、一回やったことある、痛かったマジで痛い。マイナス、こっちが 2.75 でこっちが 2.5、 マイナス 2.75、 2.5、 2.75、 2.5、 2.75、 2.5。やばい、可愛くない、メガネしてくるくる可愛くないよ、ちょっとね公開できるか迷うくらい、やばい。でもなんだろう、これは星になってるな、裸眼かな。え、そういうこと、裸眼で客席が見えないから逆にいいってことない。ない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 、見たいよみんなの顔。そう、勉強しすぎで目が悪くなったって言いたい、勉強しすぎで目が悪くなったって言いたいとこだけど、ゲームのしすぎです。え、わかんないけどゲームなのかな、でもゲームめっちゃしててもさ目いい人いるよね、何なのかなこれは、この差って何ですか。山さんハートありがとう。クロリンパさん、シティのタコありがとう。乱視、乱視はねちょっとあるって言われた、このコンタクトをもらうときに乱視がちょっとある、ありますって言われた。乱視でも、乱視がなんかよくわかんない、何なのか。昨日朝の4時半に起きて5時前に寝落ちした。え、早く起きたら寝落ちしちゃうよね。もめに外乗せる、あのメガネの写真やばい、本当にやばいよ、言っとくけど、みんな覚悟を持ってミント、今日のくるくる大人っぽい、え、雰囲気違うな、可愛い上に大人っぽい、嬉しい、なんでかな、あざとくて何が悪いの。今日インスタグラムにジャケ写乗ってたけど、くるくるも自分のだけ足して入れてしまった、なんだろう、インスタグラム、インスタグラム、なんだろうなんだろう。北村さん可愛い、ありがとう。え、生まれつきだよね、ちょっと思った、生まれつき。北村さん尊い、ありがとう。ゲーム好きだけど 2.0、 え、だよねやっぱり生まれつき。次郎さん、くま、ありがとう。あ、ブレて見えるのが乱視。え、なんか私コンタクトしたら、コンタクトしてぼーっとしたら目がフィーってなる、フーってなる、それが乱視なんかもしれない。でも乱視って、乱視って言われると、あ、自分は乱視なんだと思って、その意識しちゃうから、あんま言わない方がいいんだけど、あなたは少し乱視がありますよって言われたから、乱視を意識するようになってしまった。くるくるのメガネ姿可愛かった記憶がある。いやもう今の状態でメガネかけたとかじゃなく、小学生のくるくるだけ、もう可愛くなろうとか、もうそんな心は全くないくるくるの顔面じゃけやばいんよ。なんかもうちょっと不清潔感がある不清潔感がある。ゲームあんましないかも。でもゲームあんましない、てか私もまたさ夢見たんだけど、
今日めっちゃ怖い夢見た。自分も乱視でクルクルが二重に見える。これって2倍お得、お得ってことです。お得ってことです。山さんハトありがとう。かんちゃんさんハトありがとう。そんな不清潔感があるんですよ。そのまあまあ小学生だから、まあしょうがないってしょうがないけど、そう話し会でメガネかけてギリギリそう生きてたよ。ダメって言われたけど、こっそりメガネかけてお話し会したわ。多分乱視めっちゃ軽度。オーストラリアで垢抜ける前の話。もうオーストラリアで垢抜けたわけではないけど、どこもどこ垢抜けてるのかな。私はどうなんだろう、想像つかない。弱者にクルクルいないから無理やり似たような服のクルクルをのっけた。あ、なるほどね。クルクルも仲間に入れてくださったのか。ちょっと見たいな。インスタグラム。え、本当かと思った。乱視に近視に老眼に色盲だからクルクル美少女に見える。本当かと思った。本当だったら やばい。大丈夫、それは大丈夫か。黒山さん SC のタコありがとう。山さんハートありがとう。楽しかった撮影。くるくる初見で自然淘汰主義読めてもう今歌おうとしちゃった。危なすぎ。やばかった。今歌おうとしちゃった。自然淘汰主義読めたよ。ちゃんと意味も調べた。自然淘汰。やばい、発作が声の歌いたくなってしまう。ダメダメです。半年前に比べたら格段に垢抜けました。間違いない。ほんと嬉しいよ。ハートがすごい。ハートが今。熊谷パパさんハートありがとう。目本当大丈夫？問題ない、よかった。問題ないならよかった。本当大丈夫。色盲ってさ結構さ大変なのかな。でも生活には支障はきたさないレベルなのかな、色盲。なんか色が違く見えるんだよね。もうちょっと歌いたくなっちゃう、こういうの。かんちゃんさんハートありがとう。ピザマン好きだよ。そう今日食べた。でも久しぶりに食べた。美味しいよね。オドピーさんハートありがとう。20日のためにあえて1年前の画像で、うちはいいよ、待ってるけど待ってるけど。赤と緑区別つく、確かに。あら、なんかあれ、これは歌えってこと。このミラーボールは歌えってことですか、新曲。無理ですよ、歌わないですよ。ゆかぷ来たぜ、ありがとう、来てくれて。クレバさんミラーボールありがとう。歌えってことかと思った。右目と左目で青の見え方が違う人初めて聞いたかも。それはなんかあるのかな、名前。その右と左の見え方、青の見え方が違う、薄い青とかってことかな。一緒か。確かに色盲の人って意外といるのかな。色盲、放課後ホームルーム一つしか当たらなかった。そっか、どのタイミング、どの時間部だろう。ちょっと日本語がくるくる。元から美少女で加入してからアイドルオーラが増したって感じ。めっちゃ待ってくれる。うれちい。27日なんと入場順12番目だった。楽しもうね。てか私昨日面白い話聞いた。でもこれ
白い、多分面白いけど、いやいや言わん方がいいかな。でももう全然言っていい内容。あ、単色なら区別できるのか、よかった、よかった。歌ってくれなかった、危ない。歌うよ、歌うよ。それではどんなこと言われて褒められた？内緒でーす内緒ではないけど、内緒ではないけど。でも私、肌が、自分の肌が黒いと思ってたんですよ。なんか黒いっていうか、日焼け してはないけど、なんか地黒だなと思ってたんですけど、肌白いねって言われて、それが嬉しかった。地黒と思ってたんだけど、そんな白くないはずだったんだけど。山さんハートありがとう、安さんハートありがとう。ヘルメットの頃に戻りたい、思わないですヘルメット、え、夜電気を消した後片目だけ真っ黒、そうなの、そうなの。緑石、あ、緑石、あ、あ、緑、赤、色盲は赤の中に、あ、ちょちょちょ、緑の中に赤が混ざると赤の、あ、あ、三角かが見えない症状が緑石っていうのか。そんなのがあるのか、難しいな。あきなりさん小判ありがとう。クロリパさんだるまありがとう。3月の下旬に愛媛にメンバー来るのにくるくる期待してたけど、安住行くの？そうなの？知らなかった。くるくるで黒なら俺たちどうしたら美白になれる？いや、くるくる、いやでもマジで私ほんまに黒いと思ってて、自分が、いやもうこれなんか服が黒黒、いやこれは今光で飛んでるだけで、ほらそんなさ言うてさ、あ、光飛びが激しくて。本当？美白？嬉しい。島根のおっさん、さんだるまありがとう。今日ガチャガチャの日、え、そうよね、してないよね、したかった。ヘルメットかわいい、本当に本当に。さ、昨日大変だったみたいでお疲れ様でした、ありがとうございます。霊感はないです、霊感ありは嫌だな、ちょっと怖いかも。霊感はちょっとこれからもなしでお願いします。山さんいちごありがとう。くるくる真っ白、ワイリガルさんかわいい、ありがとう。いや黒だと思う私。でもどうしたら白くなるかわかんない。私日焼け止めが本当に嫌いなんですよ、その匂いが臭くて嫌いだからあんまつけないんですよ。もうあの今年、あ、去年か、去年はもうアイドルになったんだから、もうここは思い切って、じゃ思い切ってじゃなくて、もう頑張って日焼け止め塗ろうって思ったんですけど、2日しか続かなかった2日しか日焼け止め塗るの続かなくて、長袖着る方に振った。いやじゃあもう長袖着ちゃえっていう。今日の服セレブ感ある、そう、もうこれ多分もうこれで、これだよね、このセレブ感は。え、パーソナルカラー見てもらいたい。私ブルベ、私イエベだと思う、イエベ、イエローベース。くるくる肌も心も純白、純白の雪が降る、清楚系アイドル、そうですよ。くるくるの後ろに何かが、そう、まあ、まあ、見えちゃう。友達一気に増える、やだー怖い。だってほらあそこにいるよ、端っこに座ってるとかなるんでしょ、怖すぎー。無理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 。飲む日焼け止め、え、飲む日焼け止めある、あ、そっちの方がいいかもしれない。え、飲む日焼け止めってさ効く？え、そう、逆にさ、でもさ日焼け止め2日しか塗らんくてさ、焼けてないの頑張った、マジマジ汗かきながら長袖長ズボンで生きてた。で絶対このタオルを持って、タオルを顔に巻いて歩いてた。黒ギャル似合いそう、やってみたいな。でもいつか黒ギャル、プレデターの時のシュワルツネッガーみたいに泥をかぶる。え、泥かぶったら、泥かぶったら日焼け止めしない？でもあのあれさ、泥かぶるはさ、もうさそっちに全振りしすぎだよね、もう
山さんハートありがとう。飲む日だけでも効かんかも。マジ効かんかも。聞いてくれ聞いてくれ。このコートママのじゃないよ、私のだよ。昭和は小麦色の肌が良かった。確かに健康そうではあるよね、小麦色の方が。てんちゃん、てんちゃんさんとか、てんちゃんさんって難しいな、ちょっと。てんちゃん、サングラスと深めの帽子と日傘に流せて、いやそうそんな感じで歩いてた本当に。マジ暑かった本当に。最近はジル・スチュワートとのフローラルとかセクシーガールのピーチの香り匂いかなとかいろいろあるから試してみたら、あ日焼け止めか。確かに、いや、やった方がいいよな、試してみようかな。匂い、そう匂いが無理だから、匂いさえいければ。あでも無臭でも私塗れないの。あでも塗ってみようかな。なんかベトベト感が嫌なんだよね。どうしたらベトベトじゃなくなる。あとなんか顔も塗った方がいいじゃん絶対。顔塗ってマスクつけるのが嫌で、マスク、これ福岡でのやつで着てた、福岡の旅行に着てた。正解、え、匂いしない日焼け止め探してみます。優しい。トマトジュース飲めばビタミン C やリコピンの働き菌より UV のダメージを軽減できる。え、そうなの。え、ちょっと私一時期トマトジュースハマってたからまたハマろうかな。トマトジュース、最近日傘さして通学してる JK 増えた。友達みんな日傘してる。増えた増えた。くるくるあまり汗かかないってリオちゃん言ってたけど違うの。いやくるくるマジで汗かかない。私なんでなんだ、私本当に汗かかなくて、みんなが汗だく、なんかこう垂れる方の汗、こうツーってなる方の汗をかいてても私だけかいてないんですよ。でも頑張ってないって見えるじゃん、それがコンプレックス。逆にの撮影初めてだった、初めてだった。くるくる監修の日焼け止め多分ね作ったら柚子か金木犀。いや金木犀いいな、金木犀。島根のおさんさんハートありがとう。え、昭和ではクッキーフェイスってキャッチフレーズの化粧品の CM、やっぱ時代によって違うのかな。クッキーフェイスってだってあのジグロの方だもんね、あのあ小麦肌の方だもんね、はあ、のエオさんマスクさ、マスク焼けやだない、ここでさ別れてさ日焼けする、やだよねあれ。天才マスクかかない、本当よし天才かもしれない。毎日冷や汗かくよ。なんでなんで、私も冷や汗かくよ、よく冷や汗はね結構よくかくわ。なんか私汗はかくんだけど垂れないんよね、なんなのかな、なんか汗かいたなって思うけど垂れては来ないぐらいの汗、少ないってことかな。最近はパウダーのベタベタしないやつある、ベオレ、ビオレとかで、えそれつけようかな、パウダーの。テレさんハートありがとう、すごくかわいい、ありがとう。これから花粉の季節だから結局マスク生活、確かに確かに、いやそうなんよね。マスタカさん花束ありがとう、放課後ホームルーム当たったよありがとうよ。え来週か、えていうかさもうさフェスもあと少しだわ、緊張しちゃう。え、てかさ、てかさしか言ってないけど歌唱力も近い、わー無理かもしれない。え、私さ明日さ待って、話の移り変わりがすごい申し訳ないんだけど、明日カラオケ配信、あのクルコンとかじゃなく普通にカラオケボックスで歌う配信しようかなと思ってるんだけど、どう思う。あのまだ確定してないからなしでもなしでもいいんだけど、どうしようかな。
気分、当日決めるってなったら多分私決断が遅いからなって思う。今日中に決めたいな。柏木まさきさん、レインボースターありがとう。最近毎日アクスタ釣れましてありがとう。アクスタちゃんは疲れないからいっぱい釣れまして。クレーバーさん、 STU のタコありがとう。あー水分量確かに汗、あ違う水飲まんのよね私、それもあるかもしれない。女優さんは汗かかない、いつでも泣ける、くるくるぴったし、ぴったし。トイさん、 STU のタコありがとう。そうよきよきやろうかな。そうあのクルコンとは違うやつで、あの先週やろうかなと思ってたんだけど、先週はあの花だれ公演があってちょっと時間があれが難しい、あ先週じゃないか、それはいつだったか忘れたけど、そうだから明日の何時がいい、時間決めずにやろうかなと思ってる。あでも私くるくる充電が携帯の、くるくる見つめられてじわっと汗かきます。じゃあ見つめちゃいます。ずっと見つめてたらもう垂れてくる。じわっとじゃなく。え待って、アクスあなったら悲しい、アクスタクルク色が落ちてたの透明な板になったんかと思ったわ。なったら悲しいね、びっくりした。なんでなったのだって。えこの間の公演でのオープニングアクト感動しました、一気にファンになりました。え嬉しい、本当ですか、どの曲ねとか言って求めちゃう。ありがとうございます、初見ね嬉しいな。最近パフォーマンスには瞑想中なので、そう言ってくださると頑張れます、ありがとう。あそう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 、明日はそう好きな曲を好きなだけ歌う回、そう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 、何時までできる、ね10時まで、夜は 10時だけど、はちょっと怖い、カラオケボックスの値段が怖いわ。ちょっと怖い、今恐怖、そっちに恐怖を覚えてしまった。5000とかいっちゃったらどうしよう。え何時がいい、どうしよう、昼から夜かな、やるならかな、2時3時ぐらいから8時、でもなそれでも長いもんね、でもそれぐらいかな。フリータイム8時までだ、あいいんじゃない、2時3時ぐらいから8時くらい、来島優香ちゃんの歌い出しから始まる声とても素敵でした。もう本当に緊張したんですよ。いつもここに来て。カンパします。待って、カンパってなんだ。乾杯？カンパ。割り勘？カンパカンパ。カンパってなんだ。いつも肩肩言う。え、午前めっちゃ安いよね。それな。そう。みんなが見に来やすいのも、私が行きやすいのも午後なんよ。でも安いのは午前なんよ。約束はもう午前にしましょう。過ぎてゆく。かわちくるゆかちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。そう。そう、私多分ね、長時間カラオケは余裕ですね。でも、そんな何時間もその長い時間アイドル曲歌うのは初めてだから枯れちゃうかも。でもまあまあ土曜日は月曜日まで直せばいいから、まあまあ普段は低い声の曲ばっかり歌ってるから、あ割り勘みたいなものか、カンパカンパなんか聞いたことあるな、カンパ、あお金出し合うことか聞いたことあるぞ。いやもうカンチャーさんハートありがとう、間に合ったありがとう、来てくれて、あそうキンパ、あキンパか、私が思ったのはキンパ、キンパわかるわ、キンパキンパ、寄付してくれるの、協賛寄付してくれるの、
くるくるのカラオケ配信やばい、面白い。山さん、ハトありがとう。研究生の皆さんは昔から歌やダンスはダンスを極めていた。やってた趣味ぐらい。あ、私は、まあ、他の子は分かんないけど、私は趣味レベルだったけど、でも私は、あ、そう、明日はちゃんと充電器持っていきます。え、2月20日月曜日だよね、合ってる。キンパはね、韓国料理。そう、山さん、ハートありがとう。流してきれいするのはリンパ待って大喜利始まる。他に何があるかな。なんとかパ、タコパ、たこ焼きで、たこ焼きを作ってパーティーするのはタコパ。あ、土曜日仕事の方多いのかな。おしりさん、だるま、ありがとう。柏木まさきさん、ハートありがとう。みんなでワイワイやるのコンパ死ぬコンパやばい、コンパやばい。柏木まさきさん、ハートありがとう。おしりさん、だるま、ありがとう。あー、討論会でやるのはロンパ、楽器はラッパ。え、みんなうまいな。あ、今夜のラジオはチリパ、うまい。コツイ変えてもらえたんやけど、チャートリーの観察ついてもう一回固定した方がよき。どっちでもいいよ、どっちでも嬉しいよ、しっかり見ているよ。自分も歯の奥に挟まってます。それはキンバや、キンバや。柏木まさきさん、ハートありがとう。仕事あるのか、朝から。そうか、そうか、そうか。月曜日、あ、違う違う、土曜日も結構、あ、日曜日の方が、日曜日、あ、そうか。おしりさん、ハートありがとう。新曲の入れの一節だけ絶対言えないこれで私言ったらクビになるよ、多分クビになるよ絶対。歌いたくなるけどね。ラーメンに入ってるのは、え、なんかさ、あの長い茶色いやつだよね。え、なんだっけ。高速でダメだって言われてよく間違えられるのはテンパ。街中でされるのはナンパ。ツイッターのプロフィール見た見た見た、見ましたよ。いつ見てもくるくる可愛い、ファンも嬉しいありがとう、嬉しい。ウィミン、ウィミンで、あ、メンマか、メンマだ、メンマ、メンマ、メンマ。おしりさん、かわいい、ありがとう。ガチャアイテムも投げさせてもらいました、ありがとうございます。冬をさらに寒くするのは寒波。チャートレの奇跡は間に合わないでするのは帽子投げ、なんとかパ。え、待って、わかんない。ロボット掃除機はルンバ、ルンバ、
感想ツイート見てくれた、まだやったら固定すると方が見やすいかなとか思った。見た見た見た、しっかり見てるよ。くるりんぱ、あけのりさん、風呂敷ありがとう。スーパーマリオのボスはクッパ、クッパ、クッパ。焼肉屋でもある、クッパ、クッパあるよね、クッパって食べ物あるよね。クリスマスパーティーするのはクリパ。よし今からたこ焼き食べよう、タコパ。やばい、待って、やばい、面白い、ちょっと待って、お腹痛くなってきた、やばい。お腹痛い。ライオンキングはシンバ、シンバ。今だけはこの、ちょ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 、お母さんコメントしてるから見ないで。ちょっと目がバキバキになってしまった。くるりんぱさん、だるまをくれたのはくるりんぱ。くるりんぱ、痛いの痛いの、飛んでけ、本当に飛んでけ、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 飛んでけ。私今回の撮影でこう、ソログラビアなのかな、そういうのに興味を持ち始めたんだけど、もうそういうのは乗りたいってもう声に出して言った方がいいんだな、いいのか。目標は雑誌に載ることみたいな感じか。鈴鹿さん、だるまありがとう。お腹はまあちょっとなんとかなるかなっていう、あのまあよくなるから、もう最近耐えだなって思った、その腹痛ずつ耐えです。週刊くるくる楽しみ、そう楽しみにしてて、本当にどんな写りだろうっていうのはまだ私もわかんないけど、本当に楽しみにしてて。とテレさん、バラありがとう。モデルさん系がいい、グラビア系がいい。なんかなんだ、あのグラビア系だけど、その水着とかじゃないグラビア系がいいですね。モデルさん系は私はできないと思ってる。なんかモデルさん系よりはなんかエモい表情の方が多分できる方だと思うから、やるならそっちかなと思ってるけど、どうなんだろう。千穂さんみたいに真冬でノースリーブどうでしょうか。でも寒かった寒かったけど、どうでしょうか。オロチさん、バラありがとう、ありがとう。そう、まあ、言った方がいいよね、これやりたい、あれやりたい。ちょっと待って、雑誌な、私、あー、これだけだ、まだ今のとこ持ってるのは。ブブカさん、ブブカさんとアップトゥボーイさん持ってる。
あー、ももこさんかわいい。エモい表情。あけのりさん、アイスありがとう。あ、そう、ウォーキング系とかじゃない。ウォーキング系は私はちょっとやりたくないかな、合わない私には。だから私はエモい系の方がいい。ジョルノに乗った少女。ヤマさんハートありがとう。あー、これマジやばい、マジやばい、かわいい、推しメンすぎる、さすがに。あ、かわいいわ。くるくるのオタクシーンやん。これチェキ応募したけど絶対当たってないだろうな。もう今届いてないってことは当たってないよねこれ多分。山内みずきさんかわいい、かわいい、かわいい、あーかわいい。あ、林瑠奈さんかわいいな。ウォーキング系、ウォーキング系はあのステージ歩く系、ステージ歩く系のモデルさん。推しメンともっと推しメンは気まずい、ちょっとそれはちょっと気まずいけど、そうだね。あやももという奇跡を忘れない、僕たちはあやももという奇跡を忘れない。いや、忘れない。私もくるくるが雑誌に載ったらたくさん買ってアンケートを書いてチェキを当てたい。ぜひあのヤンマが千穂さんのチェキが出てましたね、皆さんチェキが。あ、45分ありがとう。おすすめのページ、え、これ、これかな。くるくるの、くるくる、くるくる、え、座席のプレゼント忘れた時に届くよね。そうよね、雑誌のアンケートに毎回おすすめアイドルに苦しまよかって書いてます。え、天才すぎる、ありがとうございます。天才、優しい。スクショタイムしいよ。いやー待って、かわいいな。クロちゃんの、クロちゃんさんの本を持ってるから、クロちゃんさんのフェスにも出たい。クロちゃんさん、クロフェス出たいですね。スクショタイム。のりさんアイスありがとう。あ、本で道路、
グラビア風ポーズ？どんなんだろうグラビア風ポーズ。どうなんだろう、待って引き、少し引き、バンサリスやばい。ちょっとっ確かにこれ、え、影山優佳さん卒業するんですか。卒業するんですか。でもライブにはなんか出れないって見た。マスタカさんかわいい、ありがとう。え、違ったらどうしよう。でもこれコメントだから、エモいポーズ、負けてるとこ。最近卒業アップやばいな。ヤマさんハートありがとう。いや、クロクロ卒業しない。こっちのゆうかちゃんじゃないね。こっちのゆうかちゃんじゃない、影山さんのゆうかさんですね。苦しまのゆうかではない。ブログで発表したのか。そうか、でも悲しいことじゃないですよね。まあおめでとうございますですもんね、言ったら卒業って。悲しいけどおめでとうございますですもんね。壇上読みたいと思います。13位オロチさんありがとう。12位まっちゃんさんありがとう。11位みきお先生ありがとう。10位ヤンマさんありがとう。9位中村さんありがとう。8位柏木まさきさんありがとう。7位ピンクのトトロさんありがとう。6位オノピーさんありがとう。5位ケイちゃんさんありがとう。5位、あ、合ってる。4位トワイさんありがとう。3位ジローさんありがとう。2位クルリンパさんありがとう。そして1位はズルル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 パーン、あきなりさんありがとう。あきのりさんありがとう。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。え、どうしよう明日の配信。そういえば話変わっちゃった途中で、忘れてた。え、どうしよう。一回やる気なくしてしまったら絶対やらないからな、私の性格的に。だからもう今決めとこう。2時、3時にしようかな。3時、あ、優勝ありがとう。3時銀河1ありがとう。31かな、間違え、31じゃない、3時、31って、なんで31って言ったの。3時。そしてお話し会の受付も始まっているので待っています。おやすみー。